バンドのロゴサマイルはスイス出身のヘビメタルバンド。1987年、ヘルハマーのアポカリプティックレイズに衝撃を受けて結成される。当時はテクニカルなスラッシュメタルなどが流行っていた時代であったが、テクニックやメロディよりも雰囲気を重視した音楽性を目指していた。1991年、オスモスプロダクションからファーストアルバムをリリース。 バンドにとって初めてのフルレングスアルバムであると同時に、レーベルにとっても初めてのリリースであった。1992年にはセンチュリーメディアと契約し、セカンドアルバムをリリース。アンディーシュド、ティアマットラと初のヨーロッパツアーを行っている。1996年、ドラムマシーンを導入したホースアルバム、パッセージをリリース。インダストリアルメタルに大きく近づく。 音楽性へと変化し、話題を呼んだ。2011年、テンスアルバム、ルックスムンディーをリリース。初期は、いわゆる第一世代のブラックメタルに影響を受けていた。具体的には、ベノム、セルティック・フロスト、バソリーなどである。しかし、1996年のパッセージで、ゴッド・フレッシュ、ミニストリー、ピッチ・シフターなどから影響を受けた。 インダストリアル色の強い音楽性へと変化している。ダークスローンのフェンリスは、サマエルはほとんど誰もブラックメタルなんかやってなかった、時代にブラックメタルの火を灯したバンドのうちの一つだよ。彼らはよりオカルトな雰囲気があって、伝統的なブラック、スラッシュの系譜には属してなかった。デスメタルとも違ったし、メーヘム、ダークスローン、バーズムと同じ路線のバンドはいるのに、 なんでもっとサマエルと同じ路線のバンドが出て来ないのかなあ俺には不思議でならないね。だって、その方が間違いなく面白いじゃん。と評している。ディム・ボルギルのシレノスはユーロニモスが、おい、このアルバムは聴かなきゃダメだ。マジですごい。って言って、サマエルのワーシップヒムを俺に手渡したんだよ。あれには目が開かれた思いがしたなあ。と語っている。 ありがとうございます。